28人。これは2021年終了時点で巨人が FA で獲得した選手の人数です。2番目に多いソフトバンクが14人のため、巨人が FA 選手の獲得に意欲的であり、選手にとっては巨人が魅力的な球団であることがうかがえます。一方で巨人から FA で移籍した選手も存在し、巨人というブランドを自ら手放した選手がいることも事実です。なぜ巨人というブランドを手放してまで FA 移籍したのでしょうか。今回は巨人から FA 移籍した選手を4名紹介します。満塁時の打席で無類の強さを見せたことから満塁男と呼ばれた駒田徳広選手。そんな駒田選手は2021年時点で巨人生え抜きとして国内球団に FA 移籍した唯一の選手です。巨人というブランドを捨ててまで FA を決意した理由には首脳陣との確執が関係していました。巨人時代の駒田選手を象徴するシーンに1989年の日本シリーズがあります。近鉄バファローズとの対戦となった日本シリーズでは打率5割2分2厘と大爆発。近鉄の加藤哲朗選手が巨人はロッテより弱いという名言を残したシリーズであり、第7戦で加藤選手からホームランを放った際にはダイヤモンド1周中にバーカと叫び、3連敗4連勝で逆転日本一という球史に語り継がれる試合を演出しました。日本人として球団初の1億円プレーヤーとなり、長らく巨人の顔として活躍しましたが、1993年に長嶋茂雄氏が監督に復帰してから立場が変わっていきます。中でも打撃コーチに就任した中畑清氏との不仲は深刻だったようです。開幕戦直前のオープン戦出場について押し問答をしたり、送りバントのサインをきっかけに言い合いになったりと、たびたび衝突。1989年から続いていた連続試合出場も450でストップし、マスコミを通して中畑氏が駒田選手の無気力プレーを批判するなど、軋轢は誰の目にも明らかでした。当時の野球界は巨人というブランド力が絶対の時代であり、引退後のセカンドキャリアを考えると巨人を出されるくらいならやめると巨人で現役を終えたいと考える選手がほとんどでした。しかし FA で落合博満選手を獲得するという噂や自身のトレード話がささやかれていることに危機感を持った駒田選手は出場機会を求めて FA 宣言。過去に巨人でヘッドコーチを務めていた近藤昭仁氏が監督を務める横浜ベイスターズへ移籍します。2021年現在、巨人生え抜きで国内球団に FA 移籍した唯一の選手であり、巨人を敵に回した自身のことを裏切り者と称しています。移籍直後には高木豊選手や屋敷かなめ選手など横浜の看板選手6名が解雇されたため、駒田の獲得資金に充てられたのではないかと物議を醸しました。非常の戦力外を象徴する存在のように捉えられ、試合中にファンから駒田を使うから優勝できねえんだようちはよとヤジを飛ばされ、このチームは俺が来る前からずっと弱かったんだよと駒田選手が言い返すなど、ヤジの標的にされ続けました。しかし持ち前の打力と情熱で若いチームを牽引し、1998年には横浜の38年ぶりの日本一に貢献。マシンガン打線の一員としてチームに欠かせない存在となりました。首脳陣との確執により巨人から FA 移籍した駒田選手、自身で裏切り者と称するように指導者としての巨人復帰は困難かと思われましたが、2022年から巨人の三軍監督に就任しています。過去の経緯を知るファンは驚きましたが、球団フロントも一新しているため過去の軋轢は解消されているようです。かつて球界の名手を裏切った駒田氏がどのようなチームを作っていくのか期待したいと思います。ゴジラの愛称で親しまれ、勝負強い打撃で平成のプロ野球を彩ってきた松井秀喜選手。 NPB では通算332本塁打、MLB でも日本人初のワールドシリーズ MVP に輝くなど、日米で大活躍したスーパースターです。順風満帆に思える松井選手の野球人生ですが、巨人から FA した際には球団幹部から叱責されるなど苦難の連続でした。1992年ドラフト1位で巨人に入団した松井選手は、1000日をかけて巨人の4番打者に育てるという計画のもと、当時の長嶋茂雄監督から熱烈な指導を受け、NPB 屈指のスラッガーとして大活躍します。
日米野球などをきっかけに次第に MLB の舞台に憧れを持つようになった松井選手は、 FA 権取得が近づいてきた2001年オフの契約更改では5年総額50億円以上という破格の大型契約を提示されるも拒否。このまま巨人に残るかアメリカに行ってみるか二者択一になると、当時のプロ野球史上最高額の年俸6億1000万円の単年契約を結びました。2002年には史上8人目のシーズン50本塁打を放ち、本塁打王と打点王の2冠王を獲得。レギュラーシーズン終了後には MLB 挑戦について、渡辺恒夫オーナーや土井誠球団代表らと会談を行いました。松井選手は頭を下げながら、夢を捨て切ることができないんです、メジャーに行かせてくださいと話したそうです。土井球団社長からは、一体誰のおかげでここまで来られたと思っているんだと罵られたと言います。将来また巨人でプレーしたいと涙ながらに巨人愛を訴えると、渡辺オーナーからは、戻りたいならば戻ればいい、ただし席があればなと突き放されました。結論は日本シリーズ後に持ち越され、球団初の4連勝で日本一に輝いた翌日に悩んだ末の結論を長嶋茂雄氏に伝えに行きます。アメリカでプレーしたいという気持ちを消し去ることができませんと恩師へ心情を告白。決意の固さを肌で感じた長嶋氏は、そうか、わかった、メジャーリーグでも頑張れと激励の言葉を送ったといいます。その後帝国ホテルで記者会見を行い、 FA 権を行使して MLB へ挑戦することを表明しました。松井選手は報道陣に対して、何を言っても裏切り者と言われるかもしれないが、松井言ってよかったなと言われるように頑張りたい、決断した以上は命を懸けると決意表明。一方土井球団社長は沈痛な面持ちで、球界の財産である松井選手のアメリカへの流出を防ぐことができず、応援してくださるファンの皆さんには何とお詫びしたらいいかと不祥事を起こしたようなコメントを残しています。一部ファンからは、裏切り者という声も上がりましたが、日本球界全体は、 NPB のスラッガーが MLB で活躍する姿を見たいと MLB 挑戦を後押しする声が多数でした。ニューヨークヤンキース入団後はメジャー初打席でタイムリーヒットを放ち、本拠地開幕戦ではメジャー初本塁打となる満塁本塁打を放つなど鮮烈なデビューを果たします。 MLB 特有の動くボールに翻弄され、1年目こそゴロキングと揶揄されてしまいましたが、2年目には見事に対応。2021年に大谷翔平選手が抜くまでアジア人の最高記録となる31本塁打を記録しました。膝の故障や左手首の骨折後は出場機会が少なくなっていったものの、2009年のワールドシリーズでは1試合6打点を挙げるなど大暴れ、日本人初のワールドシリーズ MVP を獲得し、ゴジラ健在を世界中に知らしめました。2012年には結果が出なくなったことを理由に現役引退を決意。数々の功績を残した松井選手は長嶋氏と共に国民栄誉賞を受賞します。長嶋氏は、また巨人に指導者として帰ってこい、俺も含めてみんながお前のことを待っているんだぞと松井氏の指導者としての復帰を促し、かつて冷酷な言葉を浴びせた渡辺恒夫氏に対して、巨人には彼の力が必要です、将来の指導者として彼を迎え入れることをどうかお許しくださいと頭を下げたといいます。一度は巨人と決別し球団幹部から叱責された松井選手ですが、恩師である長嶋茂雄氏の鶴の一声もあり、本格的な指導者復帰が見えてきました。近い将来指導者として巨人のユニフォームに袖を通し、ゴジラ2世を育成してくれることをファンは待ち望んでいます。骨折している状態で本塁打を放ったことがきっかけでガッツという愛称が定着した小笠原道弘選手、ヘルメットが落ちるほどのフルスイングでファンを魅了し、日本ハム、巨人、中日と所属する先々で活躍した選手です。そんな小笠原選手も巨人から FA 移籍した選手の一人です。小笠原選手が FA 宣言した背景には、統一球による不振と新しい環境で挑戦したいという思いがありました。日本ハム時代にはバントをしない2番打者として大ブレイクした小笠原選手、2002年、2003年には2年連続首位打者を獲得し、2006年には本塁打、打点王の2冠王並びにパリーグ MVP に輝いて44年ぶりの日本一に貢献しました。2006年オフに FA 宣言すると、
巨人が獲得に名乗り出ます。日本ハムが3年、巨人が4年という提示された契約年数の違いや、日本ハムの札幌移転時に家族を千葉県に残して単身赴任していたため、家族と同居可能という点が決め手となり、巨人への移籍を決めました。巨人は伝統的に FA で獲得した野手が移籍前のような成績を残せないことが多くありましたが、小笠原選手に関しては心配無用でした。日本ハム時代の2006年に続いて2年連続の打率3割30本塁打を達成、史上初のリーグをまたいでの2年連続シーズン MVP を受賞しました。その後もコンスタントに3割30本塁打を記録しましたが、2011年からは成績が一気に下降線をたどります。その理由は飛ばないボールと呼ばれる統一球の導入です。2011年からは国際試合で採用されるボールに近づけるという目的で、水の射精の反発係数を抑えたボールに統一されました。NPB の総本塁打数が前年の1605本から939本に激減したことで分かるように、並み居る強打者が飛ばないボールに苦戦。小笠原選手も例外ではありませんでした。2010年まで5年連続打率3割30本塁打を記録していた打棒が鳴りを潜め、2011年は打率2割4分2厘5本塁打に終わります。2012年も打撃不振に苦しみ、プロ入り後最少の34試合の出場にとどまり、打率1割5分2厘、本塁打は0本。オフには2年契約終了に伴い、当時の NPB 史上最大の減額となる3億6000万円減の7000万円で契約を更改しました。統一球の被害者とも呼ばれた小笠原選手は印象的な一打を放つ場面もありましたが、2013年限りでの構想外を水面下で告げられます。球団は功労者を戦力外にはできないと残留を進めた上で、他球団への移籍を模索。球団との話し合いの末、最後にもう一度自分を見つめ直したい、また新しいところで挑戦してみたいと話し、 FA 移籍を決断しました。落合博満氏が GM を務める中日ドラゴンズが興味を示し入団すると、代打の切り札として6打数連続安打や9打席連続出塁など勝負強い打撃で存在感を示しました。その後も代打を中心に活躍しましたが、若返りを求める球団の構想から外れ、2015年限りで現役を引退。通算400本塁打まであと22本に迫っていただけに、統一球が導入されていなければ大記録を達成していたのではないかと思うファンも少なくありません。巨人から FA 移籍した小笠原氏ですが、中日、日本ハムの指導者を経て2022年からは巨人の2軍打撃コーチに就任、次世代のスター選手育成に奔走しています。2003年オフに無償トレードで福岡ダイエーホークスから巨人に移籍した小久保裕紀選手、2006年には巨人軍第17代目主将に任命されましたが、同年オフに FA 権を行使して福岡ソフトバンクホークスに復帰しています。出戻り移籍の裏側にはソフトバンクフロント陣の熱烈なオファーがありました。2003年に突如発表されたダイエーの主砲小久保選手の無償トレード、不可解な出来事の裏にはフロント陣との確執がありました。2003年のオープン戦で右膝の靭帯を断裂する大怪我を負った際、球団の全額負担でアメリカでの手術を行う予定でしたが、あの話はなかったことにしてくれと中内忠オーナーが前言撤回、球団から治療費が出ないという事態になり、2000万円の自腹を余儀なくされます。フロントへの不満はこれだけでなく、高塚健史球団社長が夜の世界の派手な女性を選手サロンに連れてくるなど、球団の私物化に辟易としていたといいます。忍耐袋の糸口が切れた小久保選手は、ダイエー以外ならどこでもいいと放出を直訴。高塚球団社長は、2億円の不良債権と言い放ち、自由契約にしようとしましたが、巨人の渡辺恒雄オーナーが救いの手を差し伸べ、前代未聞の主力選手の無償トレードという形で巨人入団が決定します。精神的支柱であった小久保選手の放出にホークスの選手は反発し、優勝旅行をボイコットする事態に陥りました。思わぬ形で巨人に移籍した小久保選手は、故障箇所に器具をつけて稼働範囲が限られている状況ながらも、巨人の右打者として史上初のシーズン40本塁打以上を記録。2006年には巨人軍第17代目主将に任命されます。巨人でも持ち前のキャプテンシーでチームを支えましたが、
2004年オフに IT 企業大手のソフトバンクがダイエーを買収。孫正義新オーナーをはじめフロント陣を一新していたホークスは小久保選手の復帰を熱望します。次に着るユニフォームの球団でユニフォームを脱ぐという思いもあると決意した上でソフトバンクと交渉し、4年総額12億円出来高で契約合意。ソフトバンクに出戻り移籍を決めた理由について、胃の全摘出手術で闘病中の大貞治監督が交渉の席に駆けつけてきてくれたことと、恩師の姿に心打たれたことを明かしています。ホークス復帰後の小久保選手は精神的支柱として勝利に貢献し、2011年には40歳1ヶ月で日本シリーズ MVP を獲得しました。高塚球団社長による球団の私物化に嫌気がさし、思わぬ形で巨人に入団した小久保選手。しかし人格者である小久保選手をホークスは不要と判断したわけではありませんでした。野球日本代表侍ジャパンの初代監督を務めた後、2020年からはソフトバンクのコーチに就任。美しいホームランでファンを魅了したかつての小久保選手のような和製大砲の育成に尽力してほしいと思います。巨人から FA 移籍と一口に言っても、夢を追いかけた選手や喧嘩別れした選手など様々であることが分かりました。人気の背、実力のパと呼ばれていた時代ではなくなったとはいえ、駒田選手以降巨人から国内球団に FA 移籍した生え抜き選手は現れていません。私たちファンからは分からない部分ですが、やはり巨人というブランドはセカンドキャリアにおいて重要な要素なのかもしれませんね。あなたは巨人から FA と聞いてどのような選手を思い浮かべますか？その選手の思い出とともにコメント欄で教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。